さあ今日のあなたの町にお邪魔しますはですね、岡町ご紹介します。こちらが松山町ですね。そしてそこと境にして町境というんでしょうか。でこちら岡町なんですよ。ちょっと狭いエリアと思うんですけども、さあどんなところなんでしょうか。行ってみましょう。長崎市岡町浦上地区を南北に走る国道206号から少し登った丘の上に住宅が並びます。平和公園周辺の静かな環境の中にあるんですね。まずこの建物の1階ですけどもね、ここは何屋さんですかね。あ、ブルーブロンズストア BBS。 あら広いね、なんかいろんな雑貨とかカフェもあるんだ。こんにちは。あの NCC なんですけども、テレビの取材とかよろしいですか。はい、いいですか。まあ、どんなお店になるんですか。ここお土産品も含むいろいろインテリア雑貨とか、はい、小物を。え、もうずっとここでお仕事、あのお店をされてるんですか。3ヶ月なんです。 あ、そうなんですか。63年間この場所にあった被爆者の店、その後に新たなスポットができました。ブロンズ製の平和記念像にちなんで名付けられました。ずっとここが3年間コロナで閉まってたっていうこともあって、あの地元の人も観光の人も来てくださるような場所を継続する。そうするとやっぱりあの上野被災協さんとかも継続して活動してくださる体制になるということもありましたので。浜の町アーケードにあった40年以上女の子の憧れのセレクトショップエルパナリ、その新しい店舗でもあります。いわゆるカフェもあるし、こうやって小物とかを置くスペース、ね、あ、セミナールーム、はい、あ、もうある。あ、じゃあこのくらいの広さってやっぱ必要ですね。ちょっと広すぎる、ね、ちょっと広すぎる。あ、そうなんですね。今ここ今やってらっしゃるのは、ね、パリのブーケを作ってらっしゃいます。え、なんかおしゃれですね。ね、おしゃれですね。お邪魔していいですか。すいません。それを聞いてね、すぐお邪魔しました。こちらのアトリエは自由に利用できるレンタルスペースになっているんですよ。月に1回季節のお花の、うん、ブーケを、はい、実用もしております。今回のひまわりの種類が、うん、八重咲きのゴッホですね。え、あ、じゃあゴッホのひまわりのあのひまわり。そうですね、あれをイメージして品種を作られます。そういうお店作ってんだ。これはサンリッチ大地といって、はい、ブラウン系の葉っぱとかと合わせて、うん、あ、はい、そういうので合わせるといい、シックな感じで、いろんなお花を揃えてもらえるんで、選んで自分のオリジナルを作れるっていうので贅沢だと思います。ですね、フランスで、はい、お勉あのお花のレッスンも受けに行って。あ、そうなんですか。あそこにわざわざ通うというか、はい、フランスと東京で、日本で手に入るもので、うん、パリスタイルでやりましょうという感じですので、でもできるだけ地元のものを、うん、はい、使うようにしてます ね、うん、やっぱりなんかちょっとこうおしゃれた感じに束ねるとなるので。あ、これ時間のあれはあるんですか。限定は時間は一応今日は11時から1時の間でっていう風に。ああ、そうですか。はい、待ちますよ、ずっと。出来上がるまで。あ、奥ずっとあるんですね。そうなんですよ。はい、セミナールームで、あのヨガの教室とか。ヨガ教室あったりとかしてます。はい、そういう先生も募集してます。あ、そうなんですね。この辺もお洋服だったり、まあ、雑貨なんですけれども、うんうん、もともとうちのお店で置いてたりするものなんですけれども、はい、うん、あの期間限定でちょっと変えていったりとかしてます。あ、そうなんですね、はい、ここは今ちょっとアロマとか置いてます。あ、はい、まあ、ここはここで広い。このお部屋ではアロマエッセンスの勉強会をしているんだそうです。地元の方にもちょっとホッとしていただける場所になるといいなというふうに思います、ね、あの空間がこう広いからいいですね。こんにちは、
和風リゾット、はい、これは召し上がったことないお味かもしれない。なんかそうですね、玄米の和風リゾットって、はい、長崎のいろんな紹介している本が、はい、あ、いろいろあるんですね。ちょっと見ながら見ていただければな、はいはいはい、あ、本当だ、いろいろ。カフェで料理を待つ間、長崎について書かれた本を手に取ることもできるんですね。長崎の教会のステンドグラスの写真集を眺めながら待ちました。お待たせしました、はい、自家製のジンジャーエール、はい、おさります。もう生姜がね、こうたっぷりなんですよ、そしてこれ炭酸水をかけていただくんですよ。あ、甘くないのがいい。さっぱりしてる。ピリピリとして美味しいです。本当に暑い時にはこういうのは最高ですね。この生姜自体は細かく切って、そして煮詰める感じになります。きび糖とかで、はい、感じで。いいですね、さっぱりしてて、はい、ね。あら、8種類ぐらいお野菜別々にお味付けてますので、はいはい、はい、シンプルな豆乳と玄米で、マッサージでスープのように、はい、召し上がってください。はい、はい、いただきます。おお、おいしい。和風のお出汁にしてるので、あっさり今の時期でも召し上がってください。いいですね、はい、うわ、軽く食べれるので、もう作るのも簡単なので、はい、そうですか。え、いわゆるお米というか玄米をこの豆乳で炊いて、はい、でお出汁を少し味付けをして、はい、そうなの、混ぜてます、青を立てるぐらい。ナスとかも入ってます、いろいろ8種類ぐらいは、うん、そうですか、はい、でもさっぱりしててあんまり酸味がない、うん、美味しい。なんか軽いものが欲しくなるんですよね、こういう暑い時ってね。40坪ほどの広い店舗です。古い施設を交流拠点として整えるにはまだまだ費用がかかるそうで、苦労もあります。まだいろいろこう手直しをしたいところが結構あるっていうことですね。その趣旨を分かってくださる方々に応援をお願いして、クラウドファンディングに挑戦しようというふうにやってます。クラウドファンディングの返礼品として、オリジナルの T シャツやコーヒー豆、アロマレッスンのチケットなど、いろいろな商品を用意してプロジェクトがスタートしました。この場所を知っていただきたいというのもあるので、応援を呼びかけさせていただいてます。さあ、アトリエで作っていたひまわりのブーケが出来上がったようですよ。あら、素敵なのが合いますね。やっぱりいいです、こうやってね、捨てるとすごい最高に。私の思い出の写真だけでいいですから、どこにも広めないという写真です。これ放送もしませんよ。素敵な場所になりそうです。さあ、国道沿いを浦上方面へ歩きます。左手にビッグ N が見えますね。そしてちょっとリノベ不動産って書いてある。リノベの不動産、ちょっとここから入りますよね。ああ、やっぱそうだ、リノベ不動産というのはこちらでよろしいんでしょうか。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは、どうも。こんにちは。ちょうどビッグエルの前というか。あ、いや、そうです。びっくりした。びっくりした。なんかね、嬉しいね。実際に会えると嬉しい。いやいやいや。だって今朝見ましたから。あ、そうですか。ガラポン抽選会見ましたけど。抽選会で外しましたけど。そう、あ、見ていただいてありがとうございます。はい、見つけていただいて。ちょうどここが、去年の11月にオープンしたので、まだ1年も経ってない、はい、ということですね。そうなんです、はい、夫婦兄弟で経営する水道設備の会社が不動産業界へと新たなスタートを切りました。ただお二人は親族ではないということです。あの、基本ですね、
主人がこの代表してまして、代表の方は、はい、ご主人様、はい、でうちに入ってもらって不動産を始めることにあたってちょっと縁がありまして、ええ、もうちょうど自分の子の子供と同じ年なんですよ。ああ、そうですか。はい、なので親子でやってるような感じです、なんか、うんうん、ああ、そうですかちょっとよく分からなかったですね。普通の不動産さんじゃないということですか。もう私たちはそのワンストップと言いますか、そのリノベーションから、まあ、お家を探すところ、普通の不動産屋さんに行った。そうですね、そこをもう一貫してというか。あ、そうなんですか、はい、中古物件を買ってリノベーションまで全てコーディネートしてくれます。このビルね、築44年だそうです。でもなんかこれが一番、ここが、あ、これがね、あ、ビフォーか、なるほどなるほど、あ、畳の部屋だ、はい、これでフローリングして今はこれですね。そうですね、全然違いますね。ちょっと本当押し入れだったのが、あ、そこですかね、はいはいはい、そのままもう押し入れはそのままクローゼットになったと、はい、そうです、はい、あんまりこう変えずに、うん、目的だけ変えたような感じ。なるほど、あそこになんかめちゃくちゃおしゃれな感じで、キッチンはですね本当昔ながらのこういったよくこう仕入れとか住宅も、イメージが違ってきますね。便利さっていうよりは、うん、なんていうんでしょう、こう住む人が好きなように空間を使えるような作り方というか、すっきりしてますね。はい、わ、はい、お邪魔します。あ、広い。あ、なるほど。こちらがですね、はい、洗面台、わ、おしゃれ、トイレ、お風呂、別々で、はい、今後リノベーションされてるんですか。はい、シャワールーム、シャワールームになってるんだ。あ、はい、上の方が、はい、頭用で、はい、こうぶら下がっているのがボディ用。あ、本当だ、2ついてるんだ。で、こっちはお手洗い、お手洗いも全部同じ床で、はい、統一して、これなんかスイッチなんかも来ていただいた方がですね、結構反応してくださったりとか、はいはいはい、うちの代表のこだわりもあって、割とこういうのも統一してですね、ステンレスとかで、ステンレスね、はい、そうするとも統一感がある、ガチャガチャしないですね、物、がね。上の階の302号室も賃貸物件でリノベ中だそうです。あ、そうか、ここも広いですね。そうですね、ここは2階と違うところも天井が取れたっていう、まあ、ここまで天井があったわけです、はい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 、取ることができたので、はい、本当アルシーノとコンクリートがそのまま、おー、そうかそうか、もうむき出しで、はい、ということですね。こちらはこのむき出しでもう作っていく予定です。このまんまですね、はい、へー、そうなんだ。キッチンがですね、もともとこんな感じだったんですよ。あ、はいはい、バラで、あ、ここにあったんだ、うん、壁紙もですね、剥がしながら、あ、剥がしながらね、はい、おそうかそうか、でもう全部剥いでしまってですね、うん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 、これが押し入れで、もうそこにあったんです。 あ、ここがね、押し入れと、あ、もうそこからって、うん、和室のある 2DK がアイランドキッチンのある 14.6 畳の LDK に変身します。いつ頃になりそうなんですか、完成しそうなんですか。そうですね、9月の中旬ぐらいをめどにちょっとこの段階から募集していこうと思ってまして。そうなんですか。なので希望があればこんな風にこう中を土地も見たい方はどうぞ自由に、あ、いいんですか、工事の土地を見てもらっていいですし。あ、なるほど、そういう時を探してらっしゃる方はいいわけですよね。そうですね、今ちょうどこう長崎も若者が県外出たりとか、転出超過とか、そういったのもある中で、私たちがなんか住まいづくりっていうところで応援したいなって思ってたんですね。ちょっとした住まいの悩みとかが出てきた時に、とりあえずここに相談してみようみたいなのを、自分たちも実際こういろいろですね、お客さんと関わらせていただいてできたらなっていうふうに、まあ、これからも本当頑張っていきます、はい、さあ住宅街を行くと何のお店か素敵な空間が見えてきました。これ正面に見えるのは住宅ではなく、なんかお店ですよね。ね、南蛮線ファンタスティックグラスアクセサリーショップ、ごめんください、あ、 NCC の番組なんです。あ、すいません、こんにちは。外から涼しげなガラスの作品が見えます。お店の中はまるで
美術館のようです。いやなんか高級なものばかりというか、ガラスを生地を作って、はい、それに彫りを入れてるということなんです。ご主人と私と2人でやってます。そうですか、はい、ご主人様は今日はいらっしゃるんですか。今日はですねちょっと今制作中で、主人は下絵なしで、はい、いきなり彫るので、すごい集中力がいるんですよ。主人はダイヤモンドって言って、はあ、人工ダイヤのいろんな形があるんですけど、それを使って彫っていくんですね。主人の作品はこういうふうに、はい、あ、これがそうですか、はい。まあ、でも構図とかね5分か10分じっと見ましてね、はい、それから彫っていくんですよ。1ヶ月1年かかってするのもあるので。あ、そうなんですか、はい、触っていただくと分かるんですけど、はい、彫り加減がいいですか、はい、奥がありますね、はいはい、これはこう浮き出てるように見えるんですけども、実は彫り込んでるんですよ。こういう手に持って、あ、手で、はい、これご主人様ですか。そうです。はあ、ここの先にダイヤが、はい、ダイヤモンド彫刻という技法は、はい、先端にダイヤモンドの粒をつけた バーでクリスタルの表面にグラデーションのある彫刻を施すと、はい、じゃあこの技法というのは、はい、他の方もされてるんですか。いや他の方はここまではやってないと思います。絵のですね、デザインとかデザインが頭に入ってないとうまくいきませんのでね。物語もあるんですよ。ここは漁師さんのご夫婦が、はいはい、釣りから帰ってきて、で自宅に行くという、はい、なるほど、はい、これはなんか日本画の世界ですよ ね、 そうですね、世界ですね。一方奥様は違う技法で彫ります。下絵を描くそうです。彫るその模様をですね、はい、こうくっつけるために絵を描いて、はいはい、そこにこのガラスの心の中に入るような絵を、うん、自分で作って、うん、これを一つずつこういうふうにですねカットしていきます、はい、それでこういうふうに一つ一つこの、うんうん、一枚一枚削っていくことによって色の変化が出てきます。これを彫ったらこれを彫ってこれを彫ったらっていうふうに一個一個彫っていく。わかかりますね、時間も、ね、時間かかります、ね、気も使いますね。気を使います。水を入れると浮き出て見えるのはご主人が彫った金魚です。2匹いますよね、ほら泳いでます。こちらは奥様の作品です。小さなミツバチがいます。これはご主人が彫られたものですね。こちらはご主人制作のロックグラス。お魚がいますよ、ほらね、なんか涼しげですよね。で、雲竜を描いたついたて、対になる彫刻を今ただいま制作中なんだそうです。素晴らしい彫刻をする橋本治さんにお会いしたくて休憩を取られる時間にもう一度行きました。団地で飾るんじゃなくて使ってほしいっていうのがあって、中身が入ってくるとその彫った部分が大きくワイドになってきますから、ものすごく面白くなります。おお、レストランがありますよ。ちょっと休みたい気持ちです。なんかちょっと年季が入ってます。あ、結構前からあるんじゃないですか。こんにちは。こんにちは、NCC ですけど、ね、いいですか。こんにちは。カフェドシェル、長年人気のレストランです。ずっとも、じゃあこういうレストランをやってらっしゃるんですか。そうなんですよ。喫茶店を大体始めたんです、最初はですね、はいはい、だけどやっぱり美味しいものを食べて作ろう。もう実家がですね、はい、旅館をやってまして、あら、はい、料理には自信があるんです。そうですか。愛人だったけど今妻になってます。あ、そうだった。今は妻になってます。何年ぐらいですか。愛人やら妻になられた。あ、30年ですかね。30年、はい、あ、そうです。どんなご主人ですか。なんか変わった人ですよ。
あ、なんかそんな気がしました。店の名前がシェルっていう、シェル、シェル、はい、はい、貝のスパゲッティをやってるんで、ぜひぜひ食べたい、ぜひ食べたい。これがご主人自慢のメニューです。この後私ちょっとびっくりします。さあ、なぜでしょうか。これね、あー、来た、特製のセルスパゲッティです。お皿がこれ、貝、そうです、あ、本当の貝です。本当だ、はい、焼き芋じゃないですよ。本当だ、こんなのあるんですか。はい、あるんですよ。うわー、不安定。どんなのか。まあそうですね、アサリがあるでしょ、はい、そしてあとはもう、あとはシーフード入って、はいはい、入ってます、野菜も入って、野菜も入って、ちょっとミルク仕立てになってるんですよね。そういうことですか、はい、うわー、こういうお皿も初めてだし、ね、いただきます。あ、中からアサリがいっぱい出てくる。あ、これはアサリなのか貝の底。ガリガリ打っております。熱々のエビとピーマンとパプリカ、あ、ね、うわ、ちょっと私なんでこんな下手なんでしょう。すいません。いただきます。いただきます。うん、うん、うん。おいしい。ありがとうございます。よろしいでしょ。よろしいです。よろしいでございますよ。よろしいです。クリームがそうでしょ、めちゃくちゃクリーミーでいいでしょ。おいしいです。優しい。もう独自に考えて。はあ、そう。あ、じゃあもう名物なんだ、ここの。まあそうですね。セルスパゲを食べたい、懐かしいって言ってから、うん、この町はじゃあずっと住んでらっしゃって、そうです、静かで、うん、平和公園が近くで、近いですよね、うんうん、住んでる方に可愛がってもらってたんですよ。あ、いいですね、うん、だから、まあ、現在も、はい、もう47年経ってますけど、はい、こういう営業、ね、うん、できて、うんうん、マスターと話をしたいからって来られるやっぱ常連さんとかですね、うんうんうん、南山がそこにあるので、はい、南山高校を卒業して大学生になって、で東京に行ってまた帰ってこられたりとか、ね、そういう方が見えるんですよね。おじちゃんって言って、めちゃくちゃ元気ですよね。そうですか、もう70です。この間同窓会したばっかりなんですよね。いつの同窓会ですか。中学校の時の。おお、僕は片淵なんですよ。あ、片淵中学。片淵中学、あ、もう昔、昔のもある、あるんですよ。こちらがその前の、うわ、そうそう、これ1年生の時です。私はどっかこの、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと、僕ね、坊主になってるから。あ、坊主、あ、うん、もう一人しかいない坊主。めっちゃ優しい顔してる坊主。背高い、すごいわ。だってあの上から4番目でしょ、うん、その身長も、ね、そうですね。何センチぐらいあったんですか。2メートル80ぐらいだろうな。ほらこの人たちが集まったんですか。そうです。え、現在にちょっとこれ最近なんですよ。あ、古希記念。マスターどこですか。マスターここはこの、ね、あ、ここ、あ、違う、あ、これ戦争の横に。そうか、そうか、バンダナしてるから。こんなもんです。怪我はない。しかも先生の横にいるっていうのがね。そう、先生、ね、すごい。そう、この季節にぴったりのドリンクをお願いしました。来た、すごい、その色は、わ、すごい。わ、すごい、ピンク、いいでしょ。あ、綺麗な色です。どうですか、ピンキーソーダ。ピンキーソーダ、これいちごのシロップを入れて、あ、いちごとカルピスが入って、あ、めっちゃ懐かしい味。あ、そうでしょ、そうでしょ。もう堂々のカルピス。申し訳ございません。これ子供喜びする。大人も喜びます。大人もね、なるほど。さあ、この後もマスターの楽しい話は続きました。以上、特集でした。